お待たせしました。マテツチャンネルです。さあ、受けてきました。第340回教育公開テストですね。はい。いやー、まあ、昨日がね、うち忘年会だったんで、我が社の忘年会ですよ。行ってきてね。まあ、久しぶりに、すきっ腹にお酒を飲んでとか、もうお酒自体もアメリカから戻ってきて一回も飲んでないので、久しぶりでね、はい、やばい体調のまま行きました。そのまま、気持ち悪いまま行きました。ダメでしたけど、まあ、でも、それを加味したって、むずいよ。いや、めちゃくちゃレベル高いと思ったね。今回もね。苦戦しましたね。まあ、それぞれの感想を言ってきながら、パートごとですね、感想を言っていって、まあ、その後ね、またいろいろと面白いことがありましたので、はい、そちらお伝えしようかなと思いますね。受験会場で起こった事件みたいなのね。はい。まず、パート1は、まあ、優しめかな。やや優しいかな。今回は難しいのが少なかった。ですね、まあ知ってなきゃいけない表現が並んでたっていう印象です。まあパート1が最近では一番難しくなったっていうのを言ってきたと思うんですけど、まあそれはやっぱり分かんない表現、普通じゃ使わないでしょとか聞いたことないよみたいなのが出てくるからだったんですが、今回はなかったと思いますね。はい。なんでだいぶ優しめだったと思います。で次はパート2ですね。まあこれはまあややなんかな、普通からややなんかな。自分自身はまあもちろんそのね、二日酔い状態で体調めっちゃ悪くてね、もうずーっとちょっとお腹さすりながら受けてたっていうのもあるんですけど、まあそれでもやっぱ変化球が難しいと感じました。あとはね、ちょっと試験会場のね、環境が悪くて、そう、普段音声とか気にしない人間なんですけどね、そう、音質が悪くてもいいんだけど、隣の教室の音声が聞こえてくるっていう状況だったんで、ちょっとこれはね、パート2はやりづらかったですね。数秒遅れてるの。数秒遅れて、両方聞こえるから、うわーってなった。パート3とか4は長いからさ、もう全部書き消せるんで、全然大丈夫なんですけど、パート2ってさ、この間がそれぞれあるわけじゃん。その間に、音声が入ってくるんで、つってね、余計なことをいっぱい考えてしまいましたね。だから、なんなのこれ、みたいな。で、2回聞こえる、ラッキーって思うかもしれないですけど、それね、文がね、2回聞こえてくるんだったらいいんだけど、途中途中なのよ。だから、混ざっちゃうとさ、うわーみたいになって、すごく気持ち悪い受験でしたね。ただでさえ、うえーってなってるのにさ。まあ、あと、まだね、早く起きちゃうんで、今日も、6時とかかな起きてるんで、そうなんですよ。やっぱ、眠いっていうのもあったんですけど。まあ、ただそれを加味しても、まあ、ややな。で、3、4になっても、まあ、普通としておきますね。体調がやばい状況だったんで、早く終わって、リスニング終わってっていう、ってなりながらやってたんで、そこまで覚えてはいないんですが、ただまあ、グラフィックが優しめだったなって思いますね。まあ、一個だけあれか場所を答えるやつで、それ以外なんか並んでるやつだったと思って、でなんかすごい簡単だなっていうのは思いました。糸問題もまあ、できるかな。なんか、まあ同じ表現多かったね。また今回もさ。今回、スターディーがいっぱい出てきたよね。頑丈なってですね。はい。かぶるなーって思いましたけど。はい。続いてパート5。ね、これむずかったね。まあ、ややなんとしとくかな。いやー、悩んだ。何問も悩んだな。分かんなかった問題もあったし、こんなの言えんのかよ、こんなコロケーションあんのかよとかね、だいぶ悩みました。ただまあやっぱりおなじみのね、答えが別のところにあるっていうのね、一個の答え、パート6開いたらすぐあったし、パート7にも出てきたし、なんだよ、同じの何回出てくんだよと思ったけどね、そうだ、必ず答えがね、別のパートにあるっていうのはね、変わんないですね、相変わらず。はい、やっぱ悩んだわ。今回はだいぶ時間かかっちゃった。そうでさ、時計がさ、これまあ、面白いエピソードといえば面白いエピソードなんだけど、そう、教室の時計が遅れていますって言って、僕の位置から全く見えないんですよ。だから関係ないの。時計見えてないんで。ただ、安心してください。私の時計で行いますって言ったわけね。試験官が。でもさ、いや、お前の時計を知らんよ。ってなってるわけですよ、みんなはね。あなたの時計が今何分何秒なのかもわからないのに、何を言ってんの、安心してくださいってね。そう。だから、一人の人がね、聞いたのが、あなたの時計では何分何ですかって。で、面白かった。試験官が自分の時計をこう、今何分何秒、何秒、何秒、って読み上げたの。こんなの初めてだったね。こんな試験の状況、一回もないわって思って、ちょっとそれは面白かったですね。なかなかない経験でした。で、パート6は簡単だったかな。やや優しめかな。今回悩むものが少なかったですね。普通はね、文脈依存の問題がかなり難しいってことが多いんだけど、今回はすんなりいったなと思う。で、難しかったらやっぱパート7ですね。いや、もうわかんないからさ、もうトイレにも行ってるしさ、時計は見えない位置でさ、一体何分残ってるのかわかんない状況で、すごく苦戦しながらやんで、やっぱ時間かかった。もうもちろんやっぱりね、頭がぼーっとしてるっていうのもあって、やっぱ何回も読んじゃう。
ていうのはありました。ああ、もうやばい、また読んでる。また読んでる。って言って。で、感覚であるんですね。ああ、これもうやばいなと。時間迫ってんなっていうのが、なんとなくあるんで。で、最後のダブルから、めっちゃ急いだ。ダブルパッセージ、トリプルパッセージは本気出して読んだ。本気出すとですね、読むスピード全然違うんで。だから最後のトリプルパッセージとかにさ、記事あったけどさ、すごい速度で読んだ。一番最後のやつが分量が一番多かったけど、マルティプルパッセージね、ダブルとトリプルの中で一番早く終わった。はい、一番早く終わって、なんとかできました。で、一個前のやつがむずい。だからトリプルパッセージの真ん中のやつがさ、一個回答根拠が分かんなくてさ、まあこれとこれを回答根拠にするんだったらまあこれっきゃないよねって選んだんだけど、納得いかないよね。でさ、曜日書かれてないじゃん、何曜に行うって書いてないんだから分かんねえじゃんって思ったんですけど、そう、納得がいかないけど、何回も読んじゃった。4回5回読んだよ全部。もう時間ないのにさ、でまあもうしょうがないこれかなって言って、でまあ最後のセットね、すごいスピードで読んで、で終わって、でパート5のやっぱ迷ったやつ見てたら終わったね。じゃあ今回見直しが、あ、でも一回、そっか、その真ん中のパッセージもう一回読んでるから、そう、5回読んでるね。じゃあ終わった後に戻ってそれ読んで、でそれでパート5の迷ったのをまた見てっていうので終わった。トリプルパッセージ1個と1問だけ見直したっていう感じでした。いやー、むずい。え、最後の行何が一番多かったか、 B と C だった、僕の答えはね。だ、一問その納得いかないのが分かんないんで、もしかしたら違うかもしれないですけど、もしかしたら B が一番多いのになるかもしれない。でも僕の答えでは B と C が一番多くて、3-3でね。で A と D が2-2だった。で僕が納得いかなかった問題は A を選んでるんですけど、もし A じゃなかったら B なんですよ、それがね。だからもしかしたら B が一番多いかもしれないっていう感じです。でまあどんな事件があったかっていうと、まあ今回初めての会場でした。会場として数件かなは受けたことあるとこっぽかった。なんか似てるなと思った。でも教室というか建物は全然違う、一回も行ったことないところで、すげえ変な位置にあるところですね。また Google マップが全然違う位置を指しててさ、変な感じで行っちゃってさ、大変だったんですけど、まあ教室入って初めての試験官だったのかな。まあ、面白かった。僕今ね、視聴者の方が送ってくれた写真を全部使ってるんで、そう、自分で撮りに行ったんじゃなくて、でそれでさ、森鉄パーカーのね、写真なのね、今日のやつ。そう、だから森鉄ってここに書いてある。で、試験官の人が、いいですかこれ名前写っちゃってますけど、って。名前写ってる、これ名前ってわかんだと思ってさ、俺のこと知ってんのかなと思ったんですけど、ああ、別にいいですってやったんだけど、そんなん聞かれることないわと思って、服の模様聞かれるんだと思って、まあ、すごい丁寧な人だったんですけど、トイックのことはもう知らないんだろうなっていうのを分かったんですよね。で、本人確認して回収していくじゃないですか。この受験票切り離して。回収していくんだけど、どう普通はね、回収しなかったの。もう、本人のこう顔と、その身分証明書と、受験票の写真を見るだけで、見て、はい、はい、はいって言って、どんどん進んでって。で、上のとこ来て、で、また、はいって言って行ったから、お、回収してないじゃんって言って、みたいな。ああって言って、それで全員のを回収していってました。なかなか面白かったですよ。生年月日かな、書き忘れてた人に注意してましたね。何々さん、いらっしゃいますか、ここ書いてませんよ、絶対書くようにしてください、次回からって。次回受けるのかな、その人と思いましたけど、はい。そんな感じで面白い会場でございました。はい、受けた皆さんどうだったでしょうか。お疲れ様でした。まあこの後ね、午後受ける方もいらっしゃると思いますが、まあその後は反省会の、はい、生配信やりますので、いつも通りですね、そちらも見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森鉄英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森鉄先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。